はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員楠田亮司でございます。棟梁&チンクエ様、ご支援ありがとうございました。何度も多くいただいちゃって恐縮しております。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきます。棟梁さんのツイッターは本部の方で、見張ってるんですけれども、日本改革党本部というツイッターアカウントの方で見てるんですけど、棟梁さんちってなんであんなに鳥とか蝶々とか来てくれんのかな不思議に思っております。メール党員さん限定終戦の日懇親会受付締め切りました。多数の方にご参加誠にありがとうございます。ちょっと会場のキャパいっぱいになっちゃったんで締め切らせていただきます。ちょっと早いんですけれども、すいませんでございます。定期的にメール党員さん限定のイベントやりたいと思っておりますんで、またあの次の機会に応募してください。よろしくお願いいたします。故安倍総理談、林さんはハニトラにやられているっていうことを大王製紙の元会長さんがバラしておりましたけれども、普通の映像じゃない場合ハニトラにかかっちゃって、その現場をですね録画されちゃって抑えられちゃった。普通の映像だったらまだしも正常なっていうか、あの普通のね、映像だったらまだしもですね、そうじゃない場合余計に言いなりになるそうで、余計に言いなりになる。例えばですけど、未成年とのあれ、飲酒条例違反になるみたいな、未成年明らかに子供みたいな、そんなのとのあれとかですね、あとは薬を決めながらのなんか異常な言動をしながらのあれとかですね、流血を伴うような度が過ぎる SM プレイであるとか、なんかのあの映像公開されちゃうと人生終わっちゃいますもんね。同性とのあれなんかはこの場合はですね、昨今では理解がありますけどね。もちろん同性つったって同性の未成年とか同性と薬を決めながらとかはダメですよ。あのウミガメはどんなあれをやらかしてんだか、もうやられてんのは確定じゃないですか。まああの安倍総理そんなあの嘘つく必要もないわけでね。市民団体安倍の国葬やめろ、弔意の強制は違憲とか言って、東京地裁違うそうじゃない、門前払いしたお話は昨日したんですけれども、その市民団体ね、東京地裁は手強いかなんか言って横浜地裁に提訴したんだってバカでどこまでも諦め悪いな。さすがね、77年も経ってんのに慰安婦がとか徴用工がってしつこくしつこくしつこくやってる、連中の仲間だな。いつまで言ってんだかなって怒りたくもなりますけれども、外交の場面ではすでにですね、オバマ元大統領、メルケル元ドイツ首相、メルケルフランス大統領現役出席で調整開始しているそうであります。発表するぐらいですから内諾あ行くわってあったんでしょうね。左翼の難癖嫌がらせで今更取りやめできっかっつうの全世界に言っちゃってんだからさ。まあそれでも諦めないのがあの左翼ですけどね。ネットの反応です。いいね、よっしゃ、すごいの来た。ボリス・ジョンソンは、ひょっとすると来るかもしれないですね。あのイギリスの首相辞めたから、あ現役じゃなくて前首相になったから、国葬あがめろさんたち脱粉不可避、左翼イライラで草ごもうかろしこれあの2ちゃんの掲示板で、ブー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 文句垂れてるやついっぱい湧いたんでしょうね。国葬は葬儀じゃねえっつうの、もう葬儀は終わってるっつうの。おっさんじいさんになってもですね、この外交イベントの価値がわからない左翼が哀れであります。広島の原爆追悼式典みてえなもんなんですよ。式典ですんでね、あの追悼反対なんて言ったって取りやめんなんねえわって話だよね。教育が悪いんだかテレビが悪いんだか、そのおっさんじいさんの左翼の
頭が悪いんだが、頭が悪いから左翼になっちゃったんだが、国葬あがめろ、国葬やめろだもんね。恥ずかしくねえのかな、漢字間違ってるし、国葬は違憲だってのも難癖そのものですよ。現行憲法できた後でも吉田茂元首相総理を国葬してるしね、それも違憲だって言い張ったの、言い張んのかな、それも違憲だった、ああその時の政府がダメだった、おかしかったって言い張ってんのかな。まあ横浜地裁に提訴したみたいですけど、同じ内容で。横浜地裁どうなんだろうね、前例あるしね。横浜地裁がよっしゃ分かったっつって受理しちゃったら、これはこれでね、横浜地裁炎上しますよね。新内閣の防衛政務官に小野田君参議で調整だそうであります。政務官って大臣副大臣政務官でナンバー3ですね。ネットの反応です。期待しかない。小野田さん頑張って。女性の方が決断早くていいより、この抜擢には関心、浜瀬より小野田さんの方が強そう、浜公の息子で浜瀬、誠一っつったかな、浜田誠一っつったかな。衆議の場合は4期目、参議の場合は3期目、結局ですね、議員経験が12年ないと大臣にはしないなれない慣習があんだって。これは大臣待ちっていうベテランがいっぱいいっぱい控えてて、あれなんですよね、まあまあそういう決まりでも作んないとなかなか順番待ちが多すぎて、っていうですね。突然年功を無視して抜擢なんかすると亀裂が入るしね、面白くないおっさん議員も出てくるだろうしね。岸はまあ前例破り上等っていうファンキーさはないので、小野田さんはまあ6年後期待ですね。6年後参院選やってまた当選したら大臣、そうすると46かな、46歳かな小野田さんな、結婚しに行きかな、なんか私は国家と結婚してますかなんか言って、それエリザベス女王のパクリじゃねえのちょっと思いましたけれども、大臣副大臣政務官の順だそうで、防衛省のナンバー3になったわけなんですけれども、まあ小野田さんに期待する向きには、小野田さんへの期待は皆さんの期待は分かるんですけど、防衛省ってなんかね、文官の意向、つまり大臣に一番左右されないとこなんじゃないのかなって私はちょっと思います。だって鉄壁の専門職で固めてて、なんか文官の意見通らなそう。大臣が誰しも軍事オタでもあるまいし、詳しくもあるまいし、これはこうなんですって自衛官に専門家に説明されたら、そうですかとかしか言えないよね。このミサイルは射程がこんぐらいで、このぐらいで到達して、ああそうですかこういう目的で、数いくつ必要で、言われたら、ああそうですか聞くしかねえよね。大臣にも明かせない、大臣が仮に聞いたところで何のことやらさっぱりっていう軍事機密もたくさんあるしね。潜水艦のプロペラこういう形の方が音がしねえんですって言ったって聞いても理解できないもんね。大臣次第で自衛隊がフラフラされても困んですよそりゃ困るだろう。悪夢の民主党政権時代、いわき市の恥田中直樹、この人ですね、田中真紀子の旦那ってだけの存在なんですけど、これ国会中になんかコーヒー飲みに行ったりなんかしてバレて問題になっておりましたけれども、が防衛大臣やってたぐらいでして、大臣次第でコロコロ変わる自衛隊がフラフラするっていうのはそれはそれで困る。もちろんですね、分かってないボンクラのおっさん議員が防衛政務官になるよりも、分かってる小野田さんの方が100倍マシですけどね。分かってないおっさん自民議員の比率早く減ってくんないかな、お願いしますよ。まあ時間とともに減るんでしょうけど、まあまあ分かってない、ネットなんか全然見てねえな感じる、自民党おっさん議員いっぱいいますよね。まあキッシーからして見てないだろうな、ネットの情報はな。キッシー、林、茂木、石破、あと元防衛大臣やった岩屋、あとね、
何ぬかがなんかも全然分かってないよね。全然分かってない。ネットの情報なんか全くこれっぽっちも1ミリも得ていないと思われる。まあ河野太郎はツイッターはやってますけど、まあ日本端子だからな。私もブロックされてますし、全然絡んだことねえのに、えって思っちゃった。見つけた時はなんだそれ。立憲民主党参院選で25席から、17席へ6席減、まあ6人落選。比例票の格闘比較なんですけど、自民1826万票、維新785万票、立憲677万票、なんか目標1300万票とか、孵化してたみたいですね。選挙前は。半分か。目標の半分か。公明618万票、共産362万票、民民316万票、れいわ232万票、賛成177万票と、こういう数字なんですけど、立憲、振り向けば公明っていう数字になってしまいました。677万と618万ですからね。公明なんて、なんかね、少数の、なんか寄生虫のような自民党に取り付いてる寄生虫のような政党だと思ってたんですけれども、まあ振り向けば公明党みたいになっちゃった。どうでもいい立憲民主党がどうでもいい参院選総括を発表しておりました。何をやりたい政党かわからないと有権者に思われてしまったなんて言ってますけれども、ネットの反応です。実際そうだろ自分でも何がやりたいか分かってないだろ。透明変更不可避だな。支持者たちは選挙で負け続けて頭おかしくなってるし、地方選でもボロ負けばっかだし、反対だけのお気楽政党とバレただけ。西村幹事長の演説に聴衆2人敷島会より少ねえんじゃねえか。言うほど提案してないじゃん。党ができた時から何をしたいか分かってないだろう。たまーに提案したかなーって思えばゼロコロナとか言っちゃうしね。そんなの風邪ゼロとかインフルゼロぐらい不可能だから。まあ不可能ではないにしても困難極まりないですよね。あと100年ぐらい経たないと技術的に無理なんじゃねえべか。知識ゼロで知った風なことをドヤ顔で決めて、分かってる我々みたいな人間に失笑されるのの繰り返しですね。豊島区委員会の亡くなっちゃったけど小坂議員もひどかったですよ。全然知らねえのな、ドヤ顔で偉そうに言うけどな、無知すぎて。公金どころがですね、仲間の立憲議員2人の分の政務活動費も横領しちゃうような人だったんで、人間的にもあれだったんですけどね。まあ死んじゃいましたけれども、私にはわかりますよ。立憲が何をしたいか、言えないだけ。人民軍に日本を占領してもらい、手引きをした自分たちは優遇されて、つまり国を売りたい。これがやりたい立憲民主党。憲法審査会開催を何年もあらゆる姑息な手段で妨害してるし、やってることでわかるんだわ。売国したいんだな、国売りてんだな、外観誘致したいんだな。こんなの言えないよね。外観誘致主義者も辛いよね。立憲の他にもですね、共産社民令和も外観誘致主義ですからね。令和なんか外国人生活保護いいじゃないなんて言っちゃってるし、早く日本改革とも力つけたいもんだなー、思います。ソ連はレーニン、中共は毛沢東、北朝鮮は金日成の遺体をですね樹脂加工して保存してますけど、これは宗教ではないのかっていうですね投稿を見つけました。なるほど、言われてみれば、球場信者とは言われていましたけれどもね、共産教信者だから属性の我々とは話が通じないんですね。なるほどなぁ。そういえば豊島区委員会でも選挙前に名前入りたすきで選挙活動をやってんの違反だっぺ、言ってもですね何にも話通じませんでしたから、まあ宗教の信者ですからね。
不破鉄三がこうおっしゃっておられるかなんか言ってたよ、神がそう言ってるみたいなことで話通じないんですよね、そういえば言われてみればそうだ、なんかね、政党の指導者の遺体を保存しておくようなとこが政治団体のはずがねえんだわね。まあ宗教ですよ、ベンサムの遺体はなんとか中大学に保存されてるみたいですけれども、ミイラ、やっぱり頭でっかいみたいですね、脳みそ。ベンサム、確かベンサム、というわけで、メール党員さん、地方議員に立候補してくださる支部長さん、まだまだ大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。